この選手に注目が集まっています。ここ3試合で3ゴールと大活躍です。熱戦が期待されます。今日の会場はオレンジベロドロームです。晴天に恵まれ絶好のコンディションの中での試合となりました。実況は西岡明彦、解説にはおなじみ福西崇史さんをお迎えしています。リーグワンのこの一戦、マルセイユがアンジェと戦います。試合前にはどちらの監督からもこの試合への自信が伺えました。どんな作戦を練ってきているのか、この後じっくり見ていきましょう。ゲームに入るマルセイユですが、現在リーグでの最多得点を記録しているチームです。スタジアムのサポーターもゴールに期待しているでしょう。面白いゲームになりそうですね。こちらがマルセイユの先発メンバーです。一般的な 4-3-3 ですね。前線に3人のフォワードを並べて相手にプレッシャーをかけます。こちらがアウェーチームの先発メンバーです。4-5-1のフォーメーションです。トップの選手が攻撃の鍵を握ります。マルセイユのキックオフ、さあ試合開始です。このファールにはフリーキックが与えられます。レフェリーカードは出しません。注意で済みました。お互いヒートアップしてきてますね。勝ち越しゴールなるか。入った。早くも先制点が生まれました。プレーが出ます。まずはこのクロスから中の選手へボールが渡ります。うまく頭で合わせてフィニッシュ。素晴らしい反応でしたね。違うアングルから見てみましょう。ゴールが生まれたのは開始3分。ゲームが早くも動き出しました。中盤でボールをカットしました。このカットは大きい。しっかりと奪いました。これはよく見ていた。決めてきた。ゴールマルセイ。リプレイが出ます。なんといってもこのスルーパスですね。フィニッシュも完璧でしたね。ニアサイドのポスト際を狙って見事に決めてきました。ドリブルでボールを持ち出しています。ディフェンスの対応が光ります。この選手は現在メディアも含めてかなり注目されています。今シーズンで引退するという噂が流れています。事実であればクラブにとって大きな損失でしょうね。はい、中心選手ですから簡単に替えが見つかるとは思えません。どうなるんでしょうか。マルセイユサイドのスペースが広く空いています。見事なセーブ、ピンチを救います。圧力をかけられます。
ここはボールを奪取しました。いいところに出た。キーパーが飛びついた。いい反応でしたね。このボールはコーナーキックになりました。決まったかと思われたヘディングシュートは枠を捉えきれません。入ったかと思いました。ちょっと隅を狙いすぎたかもしれません。ボールを持って上がります。前に押し出します。おっと、裏へ出した。コーナーキックで続きます。シュートを狙う。見事なブロック。マルセイユからのスローインでゲームが再開されます。中にスペースがあります。キーパーの届く位置でした。さて、他会場で行われている試合でスコアに動きがありました。はい、最初のゴールがモナコに生まれています。現在スコアは1対0。時間は29分を過ぎたところです。ありがとうございます。以上、他会場の試合経過をお伝えしました。ボールを運んでいます。まだボールは生きています。いいボールが出ました。見事なセーブ。入れさせない。クリアして危機を出しました。折り返せるか。素晴らしいボールだ。来た。ゴール決まった。旗が上がっていますね。ノーゴールです。さて、パルクデプランスで行われている試合に動きがあったようです。はい、1点目のゴールがパリ・サンジェルマンに生まれました。1点返せるか。ゴールはガラ空きでしたが、絶好の得点チャンスを生かせません。キーパーはラッキーでしたね。相手のミスに助けられました。ボールを奪われます。裏も見えていたのか。スペースにスルーパス。ちょっと長いか。キーパーファインセーブ。これを止めますか。コーナーからエリア内へ。危ない場面もディフェンスがクリア。何を狙うのか。シュートはディフェンスが止めました。味方をうまく使います。ここはしっかりクリアされました。ここはシュートチャンス。止めた。ボールが転がる。前半が終了しました。さあ、後半開始です。ドリブルでボールを持ち出しています。さて、他会場の試合でスコアに動きがあったようです。はい、2点目のゴールがサンテティエンヌに生まれています。現在スコアは2対1。ここで決められるか。ハットトリックかと思いましたが、ここはうまくいきません。そうそう訪れないチャンスですから、決めたかったでしょうね。ドリブルで進んでいます。これは迂闊な守備でしょう。難しいシュートでしたが、枠を外れます。味方を使います。打った。これを防いだ。危険な位置からのシュートでしたが、見事に止めましたね。サイドコーナーです。ボールを入れた。このヘディングは枠の外へ。ちょっと当たりが悪かったかもしれません。
アルテム10番。ここを起点にできるか。マルセイユですが、あまりボールに触れていないようです。まあスコアはリードしてますから、それほど気にする必要はないでしょう。崩してきた。さあこれでハットトリックとなりました。映像が来ました。山慣れのいいクロスが入りましたね。そしてうまくヘディングで合わせました。冷静なフィニッシュです。アルテム10番、1対1のチャンス。何を狙うか。あっとボールを奪われます。このミスは痛い。相手にパスを出しました。いいタックルだ。ボールをキープしました。いいパスだ。キーパー止めましたが、まだインプレー。これはよく見ていた。このスルーパスは通るか。またもピンチか。止めた。今のは入って当然のシュートでしたよ。素晴らしい反射神経ですね。またも危ない場面でした。はい、今のは危険でしたね。ボールはゴール前へ。これは大きく外れました。ヘディングのタイミングが合わなかったようですね。スペースへのボール、ゴールだ。見事な得点です。守備の裏をつきました。一瞬の隙を見逃しませんでした。素晴らしいフィニッシュですね。残り時間も少ない中、厳しい展開になっています。実力拮抗のカードと思われていましたが、ここまではワンサイドゲームになっていますね。ほんの少しのところで違いが。さあどう来るのか。決まっていればすごいボレーでしたが、枠には飛びません。思い切って狙いましたが、さすがに難しすぎましたね。相手ボールになります。目の前にスペースがあるようです。10番、綺麗なタックルです。ニック・フィエル・ヘフェル。酒井宏樹。サイドにはスペースが、スペースがある。キャッチできません。ボールがこぼれた。どう出てくるか。このボールは止めただけ。クリアできるか。試合終了。ホームチームがこのリーグ戦で勝利を収めました。終わってみれば